モスクワモノレールは、ロシア連邦の首都、モスクワ北東、行政区に位置する、全長 4.7km、2.9 マイルのモノレール路線です。現在、世界で唯一のリニアモーター駆動のモノレールとなっています。シミリア・アゼフスカヤ駅から、トンビシンスカヤ駅を経由し、セルゲイ・エイゼンシュテイン通りまで運行し、全部で6つの駅があります。1990年代、モスクワは使用者の交通渋滞に悩まされ、公共交通機関にも大きな影響を与えていました。この問題を解決するため、モノレールが注目されていくこととなります。特に、建設費用が地下鉄よりも5倍程度安価であると見積もられていた点が大きかったといえます。モノレール計画は、モスクワ市長、ユーリル・シュコフが、モスクワ熱技術研究所、MITT の所長、ユーリ・ソロモノフと協議した後、1998年に開始されました。1999年2月16日には、株式会社モスクワモノレールが設立されました。2000年第1四半期までに、MITT のキャンパスに、実験用モノレールが建設され、スイスのインタミン社から試験用の車両が到着します。これにより、モスクワモノレールの建設に向けた規則や規制が整備されました。モスクワモノレールは当初、M8 ハイウェイのオーバーパスからセベリャニン鉄道駅までをつなぐ計画でしたが、後に変更され、ティミリア・アゼフスカヤ駅とボタニチェスキー・サド駅という2つの近隣の地下鉄駅をロシア博覧会センターと結ぶものになりました。当時、モスクワでは2010年の万博開催を目指しており、現代的なモノレールが展示会場のイメージ向上に寄与するとの考えがあったためです。2001年8月、コンビジナ通りで建設が開始され、翌9月にはルート最初となる柱が建設されました。モノレール列車の設計は、インタミン社から購入した列車が、登記条件での性能が不十分であることが判明したため、改良が必要となりました。改良には、科学センターによって設計されたリニアエンジンの設置が含まれました。2003年11月には、ほとんどの駅が完成に近づき、レールの建設もほぼ完了していました。翌12月には、最初の車両の試運転が行われました。モノレールの開業は2004年2月初めに予定されていましたが、2月23日まで延期されました。しかしながら、直前となる2月21日に、ウリツァ、アカデミカ、コロリオワ付近での試運転中に、列車の一つが第3基錠を引き剥がす事故が発生し、開業が再び遅れることとなりました。2004年11月20日、モスクワモノレールは観光モードとして、初めて乗客を運びました。2008年1月10日に運行モードが交通モードに変更され、列車の運行頻度が増加しました。切符の価格は50ルーブルから19ルーブルに引き下げられ、当時のモスクワの標準運賃に合わせられました。2012年にはモノレールシステムの将来的な閉鎖と撤去を求める声も上がりましたが、同年10月3日にモスクワ副市長が閉鎖を否定しました。その理由は、地域の公共交通機関の不足と非常に混雑した高速道路の存在でした。2013年1月1日以降、すべてのメトロの切符がモノレールでも有効となりました。メトロからモノレールへの乗り換え、およびその逆も90分以内であれば無料となっています。2016年には、モスクワモノレールが正式にモスクワ地下鉄の13号線として組み込まれました。